敗ですよ。え、はい、ファン投票。あ、はい、ありがとうございます。本当に、はい、すごいびっくりしましたよ。俺18入んないかなと思ってたんで。だから成績だけじゃないんだって聞いた時はなんかね、はい、いや本当に嬉しかったです。今年1です。はい、本当ですよね。ありがとうございます。できたことじゃないですよね。なんかずっと出ましたよ、こういうのは。まあでも成績にもうあれで入れてもらったって感じじゃないと思うんで、やっぱり期待値が多かったと思うんで。あ、こちら20位だけどね。ああ、惜しい人ね、常に。いや、これ来年だから。今年はこんなもんでしょ。顔はベスト5あったけどね。いや、スリーに入ってる。おお。いや、本当はスリーとも思ったら、いつも思ったら。同じ日に髪切ってたっていうのは本当に。そうっす、髪切ったブログ書いてたけど、なんか真似したと思われるって書かんやった、その時。実は波長があったよ。感がいいよ。感がいいよ。髪相当来たけど。分からんけどね。テンパやったよ。大丈夫そうですか。最終日ですか。僕ら。あ、最終日。その話は、その話はまた後でお願いします。ヨハさんどうですか、1ヶ月。はい、まあ復帰戦なんですけど、練習はできました。まあ、ただいきなりの G1 特戦どの程度走れるかって感じはあるんですけど。確かに園田さんと一緒でしたもんね。はい、まあ前は前、いつも通り前々に攻めて。でも、もう本当振り返るわけないですけど、ファン投票の5位とかドリームっていうのは、はい、すごく価値があることだから。いや、本当、ね、本当に光栄です。そこだけはもうトースポー向きにじゃなくて真面目に。真面目にそれは本当光栄です。でもファンがついてるから票を入れてるわけですからね、去年つって。去年はなんか NHK から 票が入ったんで。そうだ。大河ドラマ効果かなって。余韻の5位から。はい、まあでも本当は嬉しいです。確実にファンが期待してるのが、そうですね、期待値だと思ってるんで。いい勝利をちょっと今年の後半戦でね。そうですね、まあ、前半不甲斐ないんで、しっかりまたモチベーション上げて、嬉しいこともあったんで。そんなオールスターまたドリームで走れるっていうのはね。そうですね、本当グランプリ出てもドリームは出れないかもしれないですからね。だって、うん、そうですね、そう思ってるんで。まあ、超えないで恥じない脚力にしてきます、ちゃんと。ちょっとあの車を用意してきた。自分で運転してダメだったんですか。いや、かなりそんな。ひどかったですか。アクセルの強弱が激しくて。それでちょっと気持ち悪くなったっすね。小倉どうだったですか。小倉は、まあ、思った以上に早く戻った感じがあって、まあ、優勝できると思ったんですけど、最後結構勢いよく行かれちゃったんで。この決勝の個人タイムが1周22秒4ぐらい、それぐらいだと思いますね。そうですね、はい、測ってみて、はい、でも、まあ、あんまり動いてないんでね、うん、突っ張りだったんで。その時、はい、だからその言ってた深谷が一宮決勝で22秒3っていうのと。いや、あれ抑え先行ですもんね、うん、しかも風ないドームで、まあ、一回狙ってみたんですけどね、うん、勝てるかどうか。まあ、そこでちょっと追いつかないと。でも思ったより後半垂れたんで。あ、その小倉の決勝が。いや、初日からちょっと思っている以上に少し垂れてる感じがあったんですけど、タイムは出てたんですけど、まあ、そこがまあ課題だったんですけど。乗り切れれば。終わってから結構意外に疲れが出て、雨降ってあんまり練習できなかったんですけど、フレームちょっと今回新しいのにしようと思ってて、まあ、練習で乗った感じはすごいいいんで、それがどう出るかです、ね。はい、でその宮杯3日目のシューズからまた一段階となんかフレームもさらにはまれば。そうですね、はい、まあ、はまんなくても結構今楽しいんで、うん、まあ、乗りたいっていう気持ちが強いんで、まあ、それで気持ちが上がっていけばいいかなって感じです。大きくは変えてないですか、フレームは。その変えてないです、全く一緒なんですけど、ちょっと前のフロントフォークだけちょっと変えて、うん、はい、ちょっと本当に今年も半分ぐらい過ぎて深谷をやっつけるのが。そうですね、あと3一緒に戦う時があるかどうかなんですけど。やっぱりもう準決勝か決勝かですもんね、当たるなら。そうですね、うん、今回準決あたりで当たって倒して決勝で深谷いなければ一番いいんですけどね。まあ、でも初日一戦一戦頑張って。
とじゃあファンの方に打倒深谷の一番手名乗りを上げてもらいたいですね。今回新フレームなんで、まあ、うまくしっくりくればいい感じで走れると思います。あと深谷に、G1 連覇させないように頑張ります。